代ぐらいが 100% 通るだろうって思って、わお、自分を信じる、やはり信念がなければそこに至らないわけです。その場に立とうとすら思わないわけです。そうですね。まあ、そこは一番の勝因だったんじゃないかなと思います。日本語で書かれた本って3、4千冊ぐらい読んで、Hello there! 始まりました、モチケッチャンです。Hello there! 今回はですね、なんと、カリスさんにお呼びいただきまして、ありがとうございます。チェンジオブシェフ、いや、カリスだ。カルマみたいなのは何ですか、これ。My name is Carl. 巷ではちょこちょこと話題になってきていますが、ね、まあ、みんなこれ言いますもんね。16歳で東大合格。あ、そうです、はい。もう10年前です、今26なんで。すごいですね、16歳で受かるっていうですね、とんでもないんですけども、じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。まあ、16歳で東大に受かって、学部修士博士全部東大を出て、で来年の3月に、まあ、東大で博士号を取って、でそれで、まあ、AI の専門家として、まあ、働くということになっていますね。今後は AI の研究を半分で、残り半分はビジネスの方でやっていくことを考えています。おー、なるほど。そんなカリスさんですね、YouTube チャンネルもやってるということで、そうですね、はい、ぜひチェックしてみてください。結構、まあ、その AI に関して配信することが多いんですけど、だから英語に関してはほとんどの触れること少ないんですけど、ただ一番伸びてる2つの動画全部英語になったのもなんやろみたいな、って思いながら、まあ、センター試験英語僕16分ちょいで解いたことあるので、それが一番伸びました。どういう風に育ってきたのか、そしてなぜまあ16歳で東大行けるんだっていうですね、そこを聞きたいんですけど、うん、まず出身は？出身は韓国です。韓国の釜山ですね、福岡の隣の。あ、南の方ですね、はい。どうして日本に来ることになったんですか？韓国でその兵役だったり言論統制だったり、あるいは、ね、先輩風吹かせて物と統制取り風潮だったりまあそういうのはね、自分の、まあ、肌に合わないなと思って、もっとも海外行った方がまあ自分らしく生きて、まあ、幸せに生きるんじゃないかなと思って、だからまあ海外行った方がいいと思って、技術立国というとなんとなくアメリカか日本かなと思って、でもアメリカってまあ単に成績良くてもいい大学行けないんですけど、日本だともうペーパーテストまあだけで決まるので、まあ東大ぐらいまあ 100% 通るだろうと思って、わお、でそれで実際に16で通ってこっちに来ています。それじゃあ中学校までは韓国で？そうですね、中学まで向こうで、ただ僕高校に行ってないんですね。ああ、はいはいはい。で大検内試公認と呼ばれているものを、まあ、そのテストを韓国で受けて、はいはいはい、それをまあ15で通って、でそのまま東大受験して16で通ってといった感じですね。すごいですね。幼稚園とかからも勉強はやっぱなので勉強が好きっていうか、結構本読むのが好きだったんで、はいはいはい、結局こういうのはなんか自分と向き合うことが大事だと思ってて、もう受験でもそうですし、あるいはもう何かしらも成功を収めることでもそうだと思うんです。16歳で東大に合格したということで、高校行かずに受験しようという、まあ、そういう人じゃないと素敵じゃないじゃないですか。そうですね、まさにそうです。高校行ってないと逆に16歳で合格できないですもんね。だから僕結構偉人伝とかそういうのよく読んでたので、おいおい、まあ、こういう人はナポレオンたちとか、まあ、こういう逆境の中でもこうやってちゃんと自分のやりたいことがあって、まあ、それ成し遂げるのすごいと思ってたので、だから僕もなんか周りがまあこうしてるから自分もこうしようとかじゃなくて、自分でやりたいこと、まあ、おそらく何が必要なのかって考えて実践するべきだと思ったので、僕はまあそういう、まあ、道を取りましたね。すごいですね。 小中は普通に勉強したんですか？私立とか行ったんですか？あ、いや普通の、公立みたいな感じでしたね。へー、どうでしょう、他とはやっぱ違いました？周りの声よりもできたっていう感覚はありました？あ、まあそこそこはもうもちろんできていたと思います。まあトップ5とまあそれぐらいだったんじゃないですか、ね、ちょっと16で東大入られるってことも、学校の先生より中学校の時点で頭良かったってことですか？あ、でも中学の時点で、まあ、高校の内容とか全部終わってましたね。うわ、で東大に入るどういう試験だったんですか、それは？それ外国人入試というものがありまして、まずまあ書類だけで足切りになって、で750人が選ばれるんですね、はいはいはい、その750人中トップの5人が東大に入るという試験がありまして、それに通って3位として通ったので楽々入って今に至るって感じですね。東大だけじゃなくて全部、だからトップの5人は東大に入るんですけど、まあその実験ぐらいだったら京大とか東大とか入ったりみたいな。じゃあ750人韓国人の人たちがいて、その中のトップ5だったら東大に行ける。そうです。で他の大学とかも含めて、ね、100人の選抜ということで、まあその、まあ、成績のいい順に行きたいとこ行くみたいな、そんな感じですね。どういうテストなんですか？英語、数学、物理、化学でしたね。4教科でした。なるほど、その理系科目でやったわけですね。そうですね。英語ってどんな試験でしょう、覚えてます？まあその二次試験とか、まあ、そういうのと似ていたと思います。国立の二次試験みたいな、東大とはちょっと違うと思いますけど、高校までのちゃんと
やってないと解けないような悩みが、まあ、そこそこ難関大学ぐらいのレベルだと思う。年齢は制限はないわけなんですね。ああ、そうです。何歳でもいい。まず、あ、高校に行かずに、まあ、受験しようという、多分まあそういう発想がある人はいないんじゃないかなと思うんですけど。当然じゃあ受けた時こう周りは、まあみんな高校卒業する頃とか、あるいはまあ浪人だとか、そんな感じですね。なるほど、その中で一人。へえ、そうです。やはりそこはやはり自分を信じる、やはり信念がなければそこに至らないわけで、まずその場に立とうとすら思わないじゃ普通だと。そうですね。でもまあそこはまあ一番の勝因だったんじゃないかなと思います。日本語はどうやって勉強したんですか？いや、一度たりの勉強はしたことない。勉強したことないんですね。へえ、はい、勉強してこんなに流暢になれるわけがないというか。おお、なるほど。どうやって身につけていったんですか？日本に来た頃はもう3割ぐらいしか分からなかったので、日本語は、はいはいはい、でもな、半年経ったら聞いたところは全部分かって、それは1年経ったらもう全部な自分の考えることをまあ言えるようになりました。ほう、まあネイティブに近くなりましたね。イエス。ただまあその中でなんで自分はな周りの留学生たちとかと違ってもこんなにまあすぐ上達のかというと、それは自分は本好きっていうのがありまして、うん、僕多分日本語で書かれた本って 3,4 千冊ぐらい読んでるはずなので、普通の日本人より数十倍とか日本語の本読んでるんです、うんうんうん、じゃあまあ普通の日本人より数十倍日本語できて当たり前というか。もうなるほど。そうすると学部の1年からになるんですか？そうですね、理科1類として入りました。駒場、はい、駒場ですね、はいはい、それどうでした、授業とか。まあ、最初の半年辛かったですね。あ、そうでした。何が大変でしたか？まあ単純に聞き取れないと。ちゃんとしたの本に書かれる言葉と、なんかそのまあ口語って結構変わったりするじゃないですか。そうですね。例えばメモするって書いてメモるとか言うじゃないですか、はい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 、だからなんかまあみんなこれメモってねとか言って、うん、何これみたいなですね、する方ですね。ただ結局まあそのうち慣れましたね。慣れた、すごいな。あと東大の教授って普通のとこよりも変な喋り方する人多い、ね、多いんですよ、ね、早口だし。そうそう、本当にそうなんだ、うん、東大で授業とか聞いたりとかいろいろやっていく中で必要なまあ言語力って普通の日本人の多分数十倍ぐらい僕は多分必要とされてると思ってて、うん、なのに自分はまあこんぐらいしかできないって、まあ、そこはまあ正直まあ劣等感みたいな感じがありましたんですけど。なるほど。ただまあその中で多分まあ普通の人だったら多分この二択でしょう、うん、結局自分はできないと諦めて、まあ、留学生としてのその立ち位置を決めるか、うんうん、あるいはもう自分はもうどうしてもダメだともう帰るか。で僕はまあ自分ならまっすぐできるようになるって、うん、まあ、信じてやり抜けたので、今の自分はこうやってまあペラペラ喋ってるわけで、ペラペラっていうかもうベラベラって感じですけど。すごい。ちょっと試験も普通に受けるわけですもんね。もちろんです、はい。書いたりするのも大変ですね、それ。すごい。まあでも試験プリとかあるじゃないですか。出た、試験プリ、はい、東大の試験結構みんなずる賢いんで、試験対策プリントというのがあって、このまあ授業だったら大体この 2,3 枚のまあその紙に書かれたのは全部覚えておけば、とりあえずまあ U は取れなくなる、量ぐらい取れるよっていうのがあるんで、僕もまあその成績まあ適当でいいから、とりあえずなんかその前日の夜とかにしけプリとか読んで勉強したりしてたんで、そこでまあ大変ではなかったですけど。飲酒はどうでしたか？あ、飲酒をまあ普通にトーフルだったりとか。はいはい、ありますね、はい、トーフルと、あとはなんかもうなんか電子回路とか、なんかまあそういう専門のやつと、あと数学の、だからまあ3教科ですね、はい、専門数学英語です。それ日本人と同じように、同じやつです。うちの、まあ、その専攻だと落ちることほとんどないって言われていて、なんでかというと過去問と大体同じやつが出てくるんですね。そして過去問の回答は公開されてないんですけど、その内部生の中ではそれがまあその先輩が、なるほど、はいはいはい、その前年のやつ解いてその公開するっていうの、それがもう慣例とされていて、だからもう10年分とかもう既にあるんですね。だからそれ過去問だけは全部なんか答え覚えていけば落ちることは基本ないって感じなので、正直まあ一切ないですね。博士課程も、博士課程ですとそもそも受験がいらないんです。内部進学ですと、修士の場合はいるんですけど、はい、日本の生活でも最初は、韓国から出た理由としては結構先輩風吹かせてもらうと通すことで、そういう風潮があって言ってましたけど、うん、そういうのは全然日本だと少ない方かなと、もちろん、まあ、欧米と比べてもそこも、まあうん、まあ、断然下がると思いますけど、例えば同じ学年でもなんか韓国だとその1校の年が上だったり、浪人とかだったら敬語を使わないといけなかったりとか、結構そういう感じなので、あとはなんかもう年上の人が言うことは割とまあ全部聞かないといけなかったりとか、そういうのあるので、なんか自分には正直合わないなって思ってました。女性はどうですか？
女性と韓国人女性違います。そうですね、韓国ってなセクシー系がモテるんですね。あ、可愛い系じゃなくて。はい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 、まあその欧米でもそうだと思います。だから日本人の女の子は可愛いとか綺麗とか、まあ、いろんなタイプがあると思いますけど、はいはいはい、韓国だともうセクシーも一択って感じなんです。その、まあ、K-POP のアイドルみたいな。なるほど。まあそういうの、まあ、差はもちろんありましたね。どっちが好きですか？あ、僕はまあ日本人の女の子としか付き合ったことがないので、そうなんですね、逆に言うと森亭さんの本社の韓国人の彼女さんと付き合ってたみたいで。そうですね、そっちの話は、うん、カリさんのチャンネルで結構韓国人の女性って、ね、すごい気が強いので。あ、そうですね、それは非常に死ぬほど感じました、ね研究はどんなのをやってるのか。僕は AI の研究をしています、はい、その AI っていうのは何なのかという、大量のデータがある中でその中から価値のあるものを引っ張り出す、それが AI なんですね。だから対象としてはなんかもうロボットでもいいし、あるいはなんか生物でもいいし、あるいは今森田さんの顔を見て、はい、今怒ってるのか笑ってるのか、あるいは泣いてるのか、そういうのを認識したり、もう何でもいいわけなんですね、うん、だからその中で僕はその医療に特化した AI の研究をしていまして、やはりどうしても病気というのは無限にありますし、うん、お医者さんも人間なのでミスしたりするんですね、はい、まあ、信頼できる自動セカンドオピニオンですごい大事とされます。今でもまあいろんなお医者さんの意見とか聞いたりしますよね。だからそのために例えば MRI や CT を見て脳の腫瘍だったり、あるいは出血、そういうのを自動的に検知したりとか、そういうことをやっています。じゃあ次の動画ではですね、どうやって勉強してきたのかっていうのは、特に英語ですよね、やっぱり、ね、分かりました、はい、聞いていきたいと思います。はい、今回はカリさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。